ね。座ろう。低く。はい、おむすびマンが紹介してくれた岩谷のガスカセットバーナーで、はい、を今から使用して、あ、なんか斜めになってます。かなんかがあったらよかった。もうスミマンが紹介してくれました。はい。岩谷のカセットバーナージュニア。はい。これをなんか下地が不安定ですね。不安定ね。火の元にも気をつけて。こうなります。かな。土台みたいなのないですもんね。それ多分あれですよ、味が違いますよ。それ違う？これ多分こうなるほど、はい、逆ですよ。こっちが下にこんにゃいけんのですよ、ね、こうならんといけんのと思うんです。おそらくですけど、そうだろうね、はあ、そうじゃないとこう下がね、あれが、はあ、そしたら安定するこうかな。ああ、安定した。はい。おお、ついに初のガスバーナーですよ。そうですね。あれでやりますか？あっちで。鍋？うん。いや、そっちの分。土鍋でやります。あ、これでやる。どうは、あ、これしようか。これじゃちょっとね、あれかな。あ、じゃあちょっとここストップ。カップラーメン。あ、僕ラーメン持ってきてないですね。俺持ってるけど、多分600くらいだろうね。僕はあの弁当だけで腹いっぱいになりそうだったんです。いきますよ。はい。あ、これ火つけてからね。よし。火が見える？見えないですね。じゃあ止めるよ。あ、見えた見えた。多分出おるんでしょう。多分出る。蓋した方がいいです。よいしょ、蓋しようか。はい。よいしょ。これで待つこと何分かな。ああ、まあ結構火力強いからね。ちょっと強めてみようかな。このジュニアカセットバーナー、はい、これでだいたい40分持ちそうです。フルでね、だ大概できるんじゃないですか。大きいガスバーナーになったら、ガスボンベになったらこれ3倍だから120分だそうです、うん、参考までに。で、この馬かっちゃん、はい、からし高菜風味これやってみたいです、ね、はい。まあ、こんにちは。あ、馬かっちゃん久しぶりだろ子供の頃それ結構メインで食べましたね。うまかっちゃんの今はいろんなのでしょうね、はあ、覚えてないけど、はあ、
気になるね。あ、もうふつふつと湧いてますよ。はあ、はあ、ちょっと渡さんの分も今日これ入れてみるか。うん、これだけで。はいはいはい、動画だから。はい、うまかちゃんからし高菜風味ですね。はい、高田うまかよ。豆乳入りました。もったいなかけんね。はい、やっぱりあのなんかあれあった方がいいですね。あの風で火が見えんね。はあ、やってみてわかるね。うん、火が見えない。まあ音がするけどね、はあ、音がせんかったら止めんとまずいよ。そうですね。ポン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 ってなりますので行っちゃうからね。ちょっと一旦止めます。開けてみますよ。はい、じゃーん。あー、いい感じですね。ちょっと混ぜ混ぜしましょうか、ね、はい、ちょっとそっちに行きます。よっこいしょ。ちょっと片面かな、これね。はい、よし、よかね。ちょっと時間を置きましょうね。はい、これあれだね、土台しっかりするんでね、うん、安定させて。なんかお皿みたいなの買ってきた方がいいですね。あ、これ本当に使わなかったね、本当。はあ、ここまでわからん。倒れたりしたら危ないですもんね。ね、じゃあしばし待ちます。はい、じゃかじゃん。お、だいぶいい感じになってますよ。おお、結構早くできますね。結構早くできます。火力強いですね。さすが岩谷さん、すごいね。すごいですね。じゃあ粉末スープの方入れてみましょう。はい、あ、高菜の匂いがします。あ、本当だ、しますね。博多を思い出すね。中浜ラーメンもあるけどね。あ、細麺梅、卵を落としたかね。今後あれですね、なんかネギとか、うん、なんかちょっとそこら辺の草でも入れる。ネギとかね、うんうん、なんかまな板とかちょっとちっちゃいの持ってきて、うん、なんかここで切ったりして入れたりしてもいい、ね、なんかいいかもしれない、うん、これでしばしもちょっと待ちようかね。ちょっとよだれが出てくるな。開けます。じゃかじゃん。はい、完成です。完成、はい、美味しそうな匂いがします。いい匂いですね。はい、うまかちゃんの高菜ラーメンです。はい、はい、じゃあ火を止めますよ。はい、右に回します。OK できました。完成いたしました。はい、異常なし、異常なし。はい、指差し確認 OK。 OK、 異常なし。じゃあいただきましょうね。はい、あ、ちょっと待って。